福井敏夫は日本の自動車技術者、元トヨタチームヨーロッパ副社長、東京都世田谷区出身、父、福井金夫が読売新聞社に勤務しており、転勤の関係で戦後間もない時期に京都に移住、高校の途中までを京都で過ごす。1960年に慶応義塾大学工学部を卒業して日産自動車に入社。 日産に入社した理由について、大学で大気汚染の研究をしていた際に実験用の分析機が必要になった際、当時小安にあった日産の研究所に機材を使わせてもらうよう依頼に行ったのがきっかけで、しばらく実験のため研究所に通っているとある日、ちょっと面接があるからと呼び出されたところ、当時の川又勝次社長をはじめとする役員陣がずらっと揃っており、 そのまま内定が出て入社に至ったと語っている。日産では設計部に配属されるが入社後2年ほどした頃に神経性異炎を患い、日産を休職して一時アメリカに渡るが帰国後も体調が思わしくなくそのまま日産を退職。その後自宅でブラブラしていた際に父の友人でもある神谷翔太郎の自宅を訪れることになり、神谷が ディーラーのサービス部門の強化を考えていたことから、その席で、神谷の誘いを受け、そのまま、トヨタ自販に入社した。トヨタ自販では当初サービス部門に配属されるものの、ほどなく輸出部に移り、中南米カナダベルギーと担当エリアを転々とする。ベルギーに赴任して間もない1967年に、本社からラリー・モンテカルロに出場するドライバーのサポートを行うことを命じられ。 そこで、ラリーとの関わりを持つことになる。その後、福井は、ラリーはマーケティングに有効であるという進言を行っているほか、社内で根回しして、ラリー活動拡大を推進した上、オベアンダーソンとのワークス契約にもこぎつけるなど、トヨタ WRC の歴史の黎明期に多大な尽力をした。また、1974年にオイルショックにより、 WRC 活動終了の危機に陥った際、豊田英治社長をここで撤退したら仮に後で復帰しても欧州からの信頼を回復するのは不可能と必死に説得して存続に持ち込んでいる。本人曰く実際には当時の豊田昭一郎専務に対して直訴したのが契機であり、当時は豊田自体が時効と自販の2社体制だったことを利用し、 役員会での決定は覆せないが、時効の持つパーツ類を自販に譲り、自販の予算で活動を継続することならできるという、形でなんとか、活動継続に持ち込んだのだという。その後も、トヨタ自動車において、長年にわたりラリー活動のサポートを行い、1989年には、モータースポーツ部、ラリー担当部長に就任、世界ラリー選手権に参戦する、 トヨタワークスの指揮を取った。1996年にトヨタを退社したが、これは前年に起こったセリカ GT4 のリストリクター違反事件の影響もあり、本人曰く自分はリストリクター問題については全く事情を知らされておらずかやの外だったが、責任者として責任を取る必要があったとのこと。以後は J スポーツの WRC 中継でコメンテーターを 勤めるほか、国際自動車連盟のスチュワードとして、ラリージャパンをはじめとする、日本国内で開催される数多くのラリーで審査委員を務めている。ありがとうございます。